直席集合。数学において、集合のデカルト席、デカルト席、または、直席、直席、直席集合、または単に席、席、席集合は、集合の集まり、集合族に対して、各集合から一つずつ元を閉して、組にしたもの、元の族を元として持つ、新たな集合である。具体的に二つの集合に対し、 それらの直席とはそれらの任意のもとの順序体すべてからなる集合を言う。ではと書くことができる。有限個の集合の直席も同様の引く組からなる集合として定義されるが、二つの集合の直席を入れ子、ネステットにしてと機能的に定めることもできる。順序体は、たとえが共ににもにも属していたとしても、一般にはである。ゆえに、集合としても、 または少なくとも、いずれか一方が空集合でない限りである。すなわち、直積は二項演算としてかかんでない。また厳密に言えば、直積は結合的でもない。すなわち、を集合とするとき、はすべて集合として異なる。しかし誤解の恐れがないならば、しばしば、これらの間の自然、粉にコルが全単者によって、すべて同一し、成分の並びを変えずに、 格好だけを外される。この同一詞のもとで、直積は結合的に公演算を定める。その意味で引く。公直積は二つの集合の直積を取ることの繰り返しと定義することは可能である。直積は、添え字集合を伴う集合族に対して定められるから、やあるいはのように、添え字の動く範囲を明示するのが正確であるが、 添え字集合が明らかで誤解の恐れのない場合には、しばしば省略した記法がいられ、例えば、あるいはのように書かれる。特に、同じのこのコピーの直席は、などと書かれる。直席集合の視覚的にわ分かりやすい例としては、標準的な52枚一組のトランプのデッキがある。トランプのランクは、A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3、 という1。3の元からなる集合である。スーツはという4の元からなる集合である。この2つの集合の直積集合は5。2の組の元からなる集合であり、それぞれの元は5。2枚のトランプのカードと1対1に対応している。例えばという。直積集合はという集合であり、という。直積集合はという集合である。直積集合の元は？ 順序体なので、上の二つの集合は異なる集合であり、同じ元は一つも含まれていない。有名な歴史的な例としては、解析幾何学における直行座標系がある。ルネデカルトは、幾何学的な図形を数を用いて表現したり、図形から数の情報を得るために、平面のそれぞれの点に実数の組を対応させ、その点の座標と名付けた。普通、 このような組の一番目及び二番目の要素は、それぞれ X 及び Y 座標と呼ばれる図を参照。したがって、実数の組のすべての集合、すなわち、は、実数という直積集合は、平面上のすべての点の集合に対応する。集合に対し、それ自身の任意以降の直積として得られる集合を得る演算をの、デカルトべきと呼ぶ。整数に対して上デカルトべき、 カーティジアンパワーワで与えられる。一般の添え字集合に対して分からへの写像全体のなす集合に他ならない。集合を実数全体の作る実数直線とすれば、デカルトべきの例として、三次元デカルト座標空間、一般に引く次元実座標空間を挙げることができる。あるいは実数列の全体も、自然数の全体、最小の長弦順序数で添え字付けられた無限。 デカルトべきである。であるようなが少なくとも一つ存在すれば、であることは、直ちに示される一方、その逆に当たる命題は、選択行為、と同値である。集合のデカルト席は、交差に関してよく振る舞う。すなわちが成り立つが、この式の交差を合併に置き換えた式は一般には、正しくない。実は、右辺はと書くことができる。差に関しては、等式が成り立つ。 直積はいくつかの集合さんに対して分配的であることが示せる、ここではの補集合である。一般になどが成り立つ、他に部分集合に関しては以下の性質がある。有限集合の直積の濃度は、で与えられる。これは、数え上げに関する席の原理から導くことができる。一例として、この時、であって、実際にであることが確認できる。 同様にしてが成り立つ。特にデカルトべきについて、外へ、あるいは一般にが、濃度のべきの意味で成り立つ。直積は次のような普遍性を持つものとして、特徴づけることができる。言論の言葉で言えば、集合の直積は集合の件における、積、言論的直積である。二つの写像が与えられたとき、直積集合から、直積集合への写像をで定義することができる。 この写像の直跡と呼ぶ、任意の有限あるいは無限個の写像の直跡も同様に定義できる。集合の件における権論適席の例として固定された、添え字集合で添え字付けられる任意の集合の族に対してそれらの直跡を対応させ、さらにそのような集合の族の間の写像の族に対してそれらの直跡を対応させるならば、そのような対応はなる。 形の箱種、マイナス型の直積箱でを定める。多変数の写像は、直積集合上の写像として理解できる。二項演算あるいは一般に、多項演算は多変数の写像として定式化できる。二変数の写像の一変数化は集合の件における、等式を与える。これにより、集合の直積は配置集合を取る、操作の左随伴となる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。